はい、じゃあね、東京から来た2人目、あ、弟くんの方だね。お名前教えてください。ハヤトです。ハヤトくんね、よし、はい、やろう。お願いします。ハヤトくん何年生ですか？小学5年生です。5年生か。うーん、じゃあ5年生のハヤトくんに、今横で見てたからな、この俺のエゴイストの動きを。いきます。最初はグー、じゃんけんほい。負けた。じゃあ先行で。はいよ、お願いします。じゃあマナチャージエンドで。はい、じゃあドロー。じゃあね、ね、これを置いてターンエンド。ドロー。お願いします。じゃあマナチャージエンド。はいよ、じゃあドロー。お、今回順調。2コスト。フェアリーライフ、フェアリーライフの効果で1枚ブースト。ターンエンド。あれ、ドローを前に。はい、じゃあマナチャージ3マナ、うん、ストーキングリードで1枚加速します。ターンエンド。はいよ、よし、そっちもマナを増やしてるね。ドロー。じゃあね、これを置いて、4マナライフプランチャージャー、5枚を見て1枚もらえるぞ。じゃあね、じゃあどうしようかな。じゃあこの切り札エゴイストをもらいます。はい、そして、これを下に置いて、これはチャージャーです。はい、ターンエンド。いいぞいいぞ、何もできない位置につけてやる。じゃあドギラゴンバスターチャージエンドで。お、エンドだ。よし、行きます。置きます。じゃあね、ドロー。じゃあこれを置いた、いくぞ。2マナフェアリーライフ1個ブースト。2マナピクシーライフ1個ブースト。ターンエンド。はい、10枚何枚8枚よしよしよし、いいぞ。じゃあターンエンド。よし、本当に本当に本当に気使ってるんじゃないだろうな、5年生なのに。ないです。ドロー。じゃあね、いいや、置いちゃえ、もうこれせっかくもらったけど。246マナテラネスク、さっきと一緒の動きだな。3枚見て、あ、3枚見て、欲しいのがあったら、いらない、もう全部、まあ、チャージ。はい、ターンエンド。はい、ドロー。うん、あ、いくらいくら、3、じゃあマナチャージエンド。よし、12マナ溜まってるぞ。ドロー。くっ、じゃあね、マナチャージしないと4マナライフプランチャージャー、はい、ここで5枚見る。あ、チャージャーなんでマナに行きます。チャージャーなんで。あ、そうそう、最後にね、5枚見て、あ、5枚見て1個もらえるんだよね。はい、じゃあ、キラマルをもらいます。はい、チャージして、そしてターンエンド。ドロー。4。じゃあチャージせずに、うん、じゃあ2マナ、うん、メンデルスゾーン。はいよ、2枚を見て、うん、どっちもドラゴンなんでマナゾーンに行きます。はい、じゃあターンエンド。よし、まだまだのんびりしてるな、そっちは。じゃあ行くぞ。やばい。ドロー。じゃあ行きます。もう、じゃあ今回はこっちの切り札を使います。12マナ、あ、キラマル、キラマルです。312万なんてキラマル出しました。3回ガチンコジャッジして、はい、勝ったら僕はそのクリーチャー出ますよ。じゃあガチンコジャッジを1回目、えい、勝った。そして2回目、じゃん、負けた。あ、勝ったのか、勝ったけど、はい、クリーチャーじゃないから関係ないや。で3回目、はい、負けた。じゃあこれだけ出ました。はい、はい、そしてマチさん、ガチンコジャッジで出てきたキラマルはその効果は使うんですか？召喚じゃないんで、それはそのまま出てくるだけです。ただのスピードアタッカーの人ですね。効果使えないです。わかりました。はい、じゃあ私スピードアタッカーなので、これでトリプルブレイク、どうだ？ないです。ないです。はい、お、じゃあまたこれもダブルブレイク、どうだ？ないです。お、じゃあテラネスクでダイレクトアタックです。ありがとうございます。やった、ハヤト君には勝たせてもらった。ありがとうございました。やった。